2014年 T1 シリーズチャンピオン高橋邦明さんです。もともとちっちゃい頃から車がお好きだったんですか？はい、全く好きじゃなかったです。その15年間で競技をやめようって思ったことってあります？競技をやめようなんて何回も思いましたね。ああそうなんですね。車100万の修理代を買ったのもするし、はい、まあ、人と人との付き合いになるようにして人を裏切らない。そんなこんなで、うん、やっぱり僕のイメージだとその2014年シリーズチャンピオン取られてると思うんですけど、うんうん、D1 に出始めた、まあ、そもそも D1 最初からずっと出てるってことですね。そうですね。だから、優勝するまでに約15年ぐらいかかったっていうことじゃないですか、うんうん、その15年間で競技をやめようって思ったことってあります？競技をやめようなんて何回も思いましたね。ああそうなんですね、はい、言っていいんだかどうか分かんないけど、はい、結局タイヤが違ったんですよ。ほう、よく野村さんと言ってたんだけど、俺たちはスリッパでね全力疾走してるけど、あいつらはフルスパイクのスパイクでドルピンのスパイクで、ね、ダッシュしてるの、はい、勝てるわけねえだろっていうぐらいタイヤの差が開いちゃった時なんですね。あー、そのメーカーから競争でるんですか？そうですね、はい、その時ももうやめようかなとか思ったんですけど、うん、やっぱり負けて嬉しいことはないので、うん、何でもやっぱ勝つまでやりたいタイプなんですね。なんでまあどっかでやめちゃおうかなとか思ったけど、いやここまでいろんな協力していただいた企業様がいるにもかかわらずチャンピオンを取らないでやめるわけにはいかないっていうふうに、はい、こう自分を奮い立たせたというか、うーん、まあやめたいと思ったこと結構ありますよ。車ぶつかっちゃったりとかするとやっぱりいい金額かかりますし、はい、まあ、その当時なんてほとんどストックかする車に、まあ、ちょっと毛の生えたタービンつけたりとか、そんなに車のレベルが今ほどハイレベルじゃないというか、ハイレベルじゃないっていうか、車の原型をとどめてたから、はい、ドカーンって後ろぶつけちゃえば、うん、80万、うん、100万の修理代がかかっちゃったりとかするし、はい、まあ、多々ありましたね、やめたいってね。でもその中でもね、うん、その当時の D1 選手って、うん、上辺面はすごい仲いいんですよ。上っ面なんですか？いや、わかんないけど、いや、違う、勝手にさ、俺がさ、めちゃめちゃ仲いいんですよって言って、はい、って言って、いや、お前のこと嫌いになったよって今見てる向こうの人に言われたら嫌だから上辺面って言ってたんだけど、なるほど。だその当時なんてもう、赤車1台で言ってたから、はい、下手したら俺自走で俺行ってたし。へぇー、そうなんですね。はい、もう土屋さんが一番喜んでくれたのは、うん、自分のチェーンサーでいいと4位ぐらいまで行ったんですね。それが筑波の帰り同じ風に帰ってきたら、はい、常磐道の出口で俺の ETC パーンって通過してるのを見てこれがドリフトだよなっていう風に土屋さんが喜んでたかららしくて、へー、なるほど。そういう時代も、そういう時代がでも一番楽しかったかな。もうほんと腕一本でやってた。なるほどなるほど。タイヤの差もそんなになく、いわゆる競技車両としての形ができるよりもうちょい前ってことですね。そうですね、ストリートカーですね。なんで、はい、チューニングカー、ストリートカー、そのみんなが作れる範囲でそうこう戦ってた時代、そういうのがちょっと励みでやっぱ頑張れたんじゃないのかな。嫌な部分もあり、なるほどなるほど。じゃあまあやっぱりこう根本にはその好きっていう気持ちもあり、やっぱり走れば楽しいしとか、そうドリフトはね本当好きだと思う俺。自分であのスライドしてる車をコントロールするのが多分好きなんだと思う。じゃあもう本当に生涯現役で走るよぐらいのレッスン行ったり、はい、自分ちの走行会やったり、年に2回バリドリっていうイベントやってるんですね、はい、プロショップウェーブさんが主体になって、はい、ドリフトは僕がお手伝いして、バイクの方は、ツープラっていうところがお手伝いしつつ、はい、エントラントメインのイベントも、おおかげさまでね、これももう7年目になったのかな。毎回車は120台集まってくれるし、120台、6クラス満タンですよ。モグラは20台以上入れないので、はいはいはい、でバイクも4、50台は来てくれるんで、ぜひ取材に来ていただいて。めちゃめちゃ気になりますね。僕その50台バイクが集まってる状況の方がちょっと今気になってますけどその方は、はい、モグラの端っこのヘリポートで、はい、ドリフトラジコのやつされてた。へえ、面白そう。で最後はバイクはフィナーレでレースやったりとか、バイクは30台コースにできるので、じゃあモバラで今年も2回やりますから。あ、じゃあカレンダーを今のうちに入れないといけないかもしれない5月8日がモバラの地方戦です、はい、あ、そうなんですね、はい、5月の15はバリドリです。なるほど、はい、なので2週間モバラに泊まってくださいいや、モバラだったらいけるんで帰ってます。だいぶ
脱線しましたか、ごめんなさい、はい、いえいえ、まあでもその辛いこともあったけど、その原動力があってずっとドリフトを続けて、そして、まあ、2014年にシリーズチャンピオンを取ってと、うん、いうことですね、うん、ずっと続けてきて苦しいこともあった中でのシリーズチャンピオンって、うん、こう、まあ、僕とかってあの僕勝ったことってないんですよ、何事も。なんでかっていうと、あの運動神経ポンコツで足もめちゃめちゃ遅いですし、勉強もできなかったですし、音楽真面目にやってましたけど、これもあの売れたかっていうと売れたこともないしっていうので、まあ、結構大体いろんな物事を 5,6 年ぐらいでやめてきちゃってはいるタイプなんですね。なんで、まあ、何十年、まあ、何十年、15年、20年と続けて勝った時の気持ちって、うん、なんかこう感情が爆発した喜びなのか安心なのかとか、うん、喜びの種類でいうとどういうものでした？爆発だろうね。爆発、うん、おでもね、12年の時にその当時単走シリーズっていうのがあって、はい、単走チャンピオンを取って、そこでまあちょっと爆発してるから、14年の時はもうちょっと爆発したかな。だからいきなりのシリーズチャンピオンだったら大爆発だったんだろうけど、はい、ちょっとだけなんか優越感に浸ってる自分はもう12年にちょっとだけ味わったかな、はい、なるほどなるほど、うん、でもね、14年の時は嬉しかったね。14年のチャンピオンの時は最後決まる時、はい、もうほぼその前のエビスラウンドで決まっちゃうんじゃないかみたいな感じだったんだけど、多分、運営側の策略でお台場に持ち込ませられたわけですよね。なるほど、興行ですからね。そうですそうです。でまだもうほぼチャンピオン取れるだろうっていう体でお台場に入ったんで、うん、俺はそんなに緊張してるつもりなかったんですね。でも周りからしてみるとこういう風に歩いてる感じだったらしいですよ。右手と右足が俺全然そんな記憶がないんだけど、単走から始まるわけじゃないですか、はい、もうあと確かね4点ぐらい取れば絶対優勝で、はい、末永正男が22ポイントぐらいで離れてたんですよ、はい、あいつが勝って俺が何位だと逆転もあるみたいな感じだったんだけど、うん、まあ俺大丈夫だろうなっていう、はい、手で言ってたんで余裕だなと思ってたんですけど、はい、みんなは緊張してなるほど。でもそういう考えがあるからすげえもう死んじゃいそうに嬉しいっていうことでもなかったけど、うん、なんか安堵感ですね。あ安堵感、もうグッドイヤーさんの担当と、はい、一番最初に俺を拾ってくれた二平さんって方がいるんですけど、その人も来てくれてて、その人の顔を見てその人が泣いてんのを見たら泣いちゃった。あーもうもらっちゃったんですね。 そこまで俺我慢できてたんで、はい、なんかそこでなんか肩の荷が下りたなみたいな。逆に15年がね脱力感満タンでこうやる気がなかったっていうか、やる気がないって言ったら変だな、まあ、ちょっと燃え尽き症候群。あそうそう燃え尽き症候群、それがはい、うんな感じだったね。でまあ嬉しいっすよ。ちなみにだってチャンピオンって関東には少ない、神奈川県にはいないですし。あ、そうなんですか。神奈川っていないんだ。谷口さんいらないでね。谷口さん広島だ、ね、広島ですね。神奈川生まれの人で、はい、多分チャンピオンっていないんじゃないかな。じゃ神奈川県唯一のって自分で自負してる。いやすごいな。でも何事もその頂点に立ったことがあるっていうのがやっぱ僕としてはすごい、まあ、羨ましいっていうとちょっと語弊がありますけど、やっぱこう貫くって大事だなと思いますね。本当にでもそれもね多分ね流れがあるんですよ。流れ、そういう時って、はい、いろんな方が協力してくれるんです。例えば大げさに言えば板金屋さんが協力してくれたりとか、はい、そうするとちょっと安心するわけじゃないですか。どん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 人がね、10年ぐらいからかな、2010年ぐらいから協力してくれ始めて、12年にはだいぶ、あ、すごいいい雰囲気で、14年の時にはもうスタッフから何からみんないい雰囲気で、チーム内でもスポンサーさんがしっかり、はい、で、あ、これはすごいなと思った時に鼻が天狗にならないようにしようっていうのは気をつけてました。あー、なるほど。やっぱあれですかね、その、まあ、波が来る時で自分も調子良くなっていくし、そういう姿を見て人がどんどんこう巻き込まれてくるんですかね。ねえ、あのシステムが俺にはよくまだ分からないけど自分でも分かるぐらいいろんな方が協力していただいて、はい、でそれこそ屋根にも貼ってますけど、はい、レーシングプロジェクト坂東ですよ。ああそうですよ、ね、あの坂東さんが協力してくれたんですよ。その後も坂東さんはサービスカー荷物が多くなったから貸してくれたりとか、無償でトラックだって1台借りれば2万するわけですから1日。そうですよね。で搬入搬出まで入れれば5日ぐらい借りるわけです。はい、じゃあそこで10万なんですね。って思うと本当周りの方に感謝感謝。なんかちょっと僕はね当時そのタイミングでめちゃめちゃ D1 を見てたとかっていうわけでもないですし、その場にいたわけじゃないからわかんないですけど、多分なんかやっぱ違ったんでしょうね、周りから見てても。ね、ありがたい。まあ俺は分かんないですけど、はい、まあ本当ありがたい、ありがたいしか思えないですね。なるほど。いやなんかちょっと
あのこの企画実は説明段階では皆さんに言ってないんですけど、僕が、まあ、このタイミングで独立をするので、はいはいはい、あのそれに伴って過去にこう独立されてきたりとか何かを教えてきた先輩方にお話を聞きたいという私利私欲のための企画なんですよ。なるほど。なのでお話を伺って僕もちょっとこう頑張ってその波が来るようにしなきゃなっていうか、まあ、しなきゃなっつってできるものでもないと思うんですけど、波が来たらいいなっていうのを改めて思った次第ですね。やっぱね、人だよ人。スポンサーさんでも結局その担当の人がいいから、はい、いいお付き合いができるからその担当の方が企業に打診してくるわけじゃないですか、うん、はいはいはい。やっぱ人と人との付き合いを大事にして、どう裏切らない、はい、裏切られそうな人を自分では見極めなきゃいけないし、いるわけじゃないですか。いますね。それこそ自分のためにしか動かないですよ。はい。その時に、あ、この人は本当に大事にしなきゃいけないんだなっていうのを見極められる。で、大事にする。実を言うとね、はい、1月4日の日に僕テレビ見たの見ました？ごめんなさい、見てないです。あの、神業チャレンジっていうのは TBS の番組で、正月番組で4時間番組なんですけど、はい、これを持ってって、はい、ツインリンク茂木のオーバルに、で芸能人さん、石原良純さんとかダルビッシュさんとか、はい、助手席に乗せて、うん、ボーリングを持たせて、はい、茂木のストレートにピンを10本置いて、はい、ストライクが取れるかっていう番組をやったんですはあ。で、はい、今正月のゴールデンの番組でグッグッドヤとか貼ってて、うんうん、でもグッドヤさんはもう D1 一線引いちゃってるので、もうどん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 違うタイムメーカー入っていいよっても言ってくれてるんですし、はい、ステッカーも剥がしちゃっていいよって言ってくれてるんですけど、はい、今の方法があるのは、うん、D1 ドライバーの高橋邦明、はい、カーショップ国っていうのがあるの、俺はここのグッドヤさんと思ってるんですね。タイヤも助けてもらってる、うん、車を作るお金も出していただいて、うん、いい時はやっぱり出ました。はい、今は悪いからって俺剥がせないんです。グッドイヤーがあるから今俺独立してもやっていけたわけなんですね、はい、っていう気持ちがあるので、ずっとこのままのスタイルでやってたら、うん、その当時の本部長さんですね、はい、今ではもうすごい偉くなっちゃったんですよ。その人がポコッとショートメールで、はい、本当にいいやつだな、いつまでもうちのロゴショってくれて、その時ちょっと俺涙ポロッと出ましたそんな俺みたいなね、グッドイヤーの企業のお偉いさん話してみれば、俺なんかにそんな正月早々メールくれて、はい、ちょっとね、裏切らなくてよかったなって思いましたね。やっぱその真摯に付き合い続けてるっていうことですもんね。その剥がさないっていうこと自体がご縁もあってっていうことでしょうから、まあ、今の時代ね、アジアンタイヤはやっぱり勢いがあるので、うん、ちょっと厳しいですけど、この国産のスポーツラジアルで、うんうん、はい、でもまあ今でもグッドヤさんしか入ってないですし、まあ、今もさっき配達来たでしょ、あれもグッドヤさんの反社さんが、あ、そうなんですね、タイヤを持ってきてるんです。だからそういったやっぱね、人との付き合いを大事にすれば、うん、大和くんももう来年には180万人登録ですそうですね、100倍成長、多分あの1年で180万いった YouTuber っていないんじゃないかな、なるほど、日本にはすいません、よくなっちゃう。でもやっぱそれぐらいの気概でやらないと、はい、あのやっぱりまだまだいけないと思いますし、はい、あの僕自身もやりたいことがいっぱいあるんで、うん、そういう意味でも YouTube ちょっと頑張って、まあ、そのやりたいことを YouTube で発信することで、なんかいろいろ好きなものをみんなが見つけられるといいなと思っていて、うん、なのでさっき冗談みたいなくだりありましたけど、そういう D1 の地方戦だったりとか、うん、あのいろんなイベントは正直行きたくて、なんでかっていうと、まあ、コロナで行けないのはもちろんなんですけど、なんとなく興味あるけど足運ぶのちょっとなんか行って楽しいかもわかんないからいいやっていう人っていっぱいいるじゃないですか。そういう人に僕的には結構そのイベントレポートとかで疑似体験してほしくて、まあ、翌年とか2回目3回目とかの時に、まあ、こんだけ面白そうだったら行ってみたいなみたいな気持ちに皆さんがなってくれたら僕やってる価値あるなと思っていて、でぶっちゃけイベントレポートってオートサロンぐらいお客さんが入る注目されてるイベントじゃないと再生数って出ないんですよ、正直なことを言うと。でもそんなのどうでもよくて再生数云々よりもそこに行く人が1人増えると、じゃあ例えば10人しかいなかったイベントが15人になった20人になったって言ったら大きな成長じゃないですか。ここに少しでも寄与できたら嬉しいし、なんか車好きとかバイク好きとか、まあ、僕の趣味を好きだって言ってくれる人が増えるんだったら、僕は本当 YouTube やる価値あるなと思ってて、まあ、友達少ないんでそういう友達増やしたいですよねなので1億総車好き計画がこう無事実現できれば、まあ、日本過ごしやすくなるな僕はっていう気持ちですいいことです、はいはい、なのであの僕もいろんな人を裏切らないように、嘘をつかないように、うん、真摯に生きていこうと思います。嘘はダメですよ、嘘は、はい、ねえ山田くん。そうですよ皆さん、だから会社辞めないって言ってその後1年以内に辞めちゃいけないんですから最低でも3年ぐらいいてほしかったなあれね、ほんとなんか急
にいろんなことが、いやこれやめよう、明るく前向きに、ね、ポジティブに、そうです。いやなんかそんなこんなで、ちょっと時間も押してるので今日の動画はここまでということにしたいんですが、本当にでも1年ぶり、1年以上ぶりに国明さんには、ね、久々にお会いして、それでもこうやってね、取材対応していただくもちろんありがとうございます。そんなこんなでピンで YouTuber やってますので、地方戦なり、はい、イベントなり、はい、いくらでも行かしてください。ビップ席を用意しておきます。いやもうパイプ椅子でいいです。ビップ席を用意しておきますので、ぜひイベントで伺いますので、はい、まあ、そんなこんなでですね、今日は、クニーズさんにお伺いして、高橋邦明さんといろいろお話をしてみました。この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてクニーズさん、従業員募集してるかもしれないので、いやしてます、してます、してます。いい人は来てほしいです。はい、はい、裏切らない人、はい、真面目な人、熱意がある人、はい、概要欄にねクニーズさんの URL も載ってるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録と高評価。